のりたけ伊勢電子、のりたけ伊勢電子株式会社、のりたけ伊勢電子、のりたけイトランコは、三重県伊勢市に本社を置く電子デバイスメーカー。のりたけカンパニー入りみてどの子会社の一つであり、その電子部門に位置づけられている。主力製品は、蛍光表示管であり、小型電光掲示板や、産業用機器のディスプレイなどに用いられている。また、 技術力に優れる開発志向型の企業であり、真空電子技術をベースに、要素技術、高精細技術、半導体、さらにデジタル、ネットワーク技術を組み合わせたユニークな技術を持つ。特許等、多数の知財権を有し、指導賞や科学技術庁長官賞などを受賞している。農村の広がる伊勢市で創業し、現在も本社、 開発部門や工場を置く、異色の電子部品メーカーで、伊勢市周辺の工場で世界の先端技術市場に向けた商品企画、研究開発並びに生産を行う。創業以来、積極的に技術者を欧米へ、海外駐在させ、提案型ビジネスにより、輸出比率80%という特色を持つ。地方において世界に通用する技術者を育成する、という創業者。 中村の思いが実現され、地元より欧米における知名度が高いという企業になっている。創業者の中村忠、元名誉会長、工学博士は、川西機械製作所、後に神戸工業に社名変更。現在は富士通店の技術部で、ブラウン管、表示機器の研究、開発に携わっていたが、会社が富士通に吸収合併され、 ブラウン管部門は消滅する見通しとなった。これを契機に中村らは低電圧で発行する表示素子、傾向表示管を考案。京都研究所に技術者ら12名を集め、完成度を高めるとともに、1966年に中村は出身地の伊勢市に伊勢電子工業株式会社を設立した。創業当時、電卓や、 測定機器などのデジタル表示デバイスとしては主にニキシー管が使用されていた。これはネオンガスに 250V の高電圧を印加してオレンジの単色光を発光させるもので、などの問題を抱えていた。このため低コストで視認性に優れ低電圧駆動の表示デバイスの開発が求められていた。ニキシー管を電卓の表示デバイスとして使っていた。 早川電機、現在のシャープでは、神戸工業時代の中村の上司が事業部長として、電卓の生産、開発を担当しており、中村に創業を進めるとともに出資者の紹介や、委託研究の締結、開発成功時の大量購入を約束するなど、大きな支援を行った。この他、見えて駅貨物自動車、近鉄物流、現、金物レックスが九州など地元の有力企業も、 出資したため、用地買収や人材確保がスムーズに進んだ。ニキシー管を代替する表示デバイスとして、中村は蛍光表示管の研究、開発を進めた。蛍光表示管にはなどの長所がある。開発にあたり、神戸工業時代の研究グループのメンバーを集め、仮想度の改良は日本電子材料に酸化炎を用いた。 蛍光体の高輝度化は大日本塗料にそれぞれ開発協力を依頼した。また、早川電機からもテスト結果の通知などを受け開発は順調に進み、創業から1年後の1967年9月には、早川電機が電卓に採用することが正式に決まった。この傍らで収入源として小型ブラウン管の開発も行い、スタンダード工業に納入していたが、 ニクソンショックにより先方がテレビ生産を中止したためブラウン間の生産は打ち切れた。1967年5月に米国エレクトロニクス氏にて紹介されると傾向表示館は注目を集め企業規模は急速に世界市場に拡大した。国内外で特許出願をするとともに商品名をイトランとした。これは現在まで続き 英語社名の由来ともなっている。日本電機と特許の供与、双葉電子工業とは生産委託の契約を結び、20億円以上の収入を得て、中央研究所を設立し、研究、開発をさらに進め、一文字ごとだった、表示管を一体化した竹田管の開発などに成功。材料や広報の要素技術、さらに半導体や電子回路、 ソフトウェア技術への展開の原点となった。このように技術面で優位に立ち、経営は順調に拡大し、創業6年目の1971年には社員が1000人を超えるまでになった。しかし、その一方で日本電機や双葉電子工業との競争や電卓本体のセリン撃化による値下げ要求などから経営は悪化していった。加えて、 1972年のニクソンショックに始まる、円のタイドル切り上げが始まり、事業損失を増加させた。1974年には、主力銀行の百0銀行、日本工業銀行などの勧めを受けて、ノリタケカンパニーリミテドの資本参加を受け入れ、株式の60%が渡った。この際、社長に、ノリタケカンパニーリミテド常務の倉田隆文が就任するなど、 取締役、監査役が乗りたけカンパニーリミテドから送られ、創業者の中村は代表取締役会長、生産本部長となった。大企業による技術系、ベンチャー企業の友好的 M&A と見ることもできる。その結果、当時、韓国や台湾にあった工場は閉鎖され、伊勢を拠点とする知識集約企業としての生き残り戦略が取られた。また、 のりたけカンパニーリミテドは、圧膜印刷の技術などに優れており、蛍光表示管の材料となる、ガラス基板の供給などで寄与を受けた。また、国内外のマーケティングをのりたけが担当することで、研究、開発、生産に専念できるなど多くのシナジー効果があった。これによって、アメリカ・ヨーロッパでのさらなる展開を果たし、電卓以外の分野、継続機器、 電子タイプライトなどの用途も開拓された。電卓無形依存からの脱却とともに、業績回復し1981年には、累積赤字が一掃され、中村は社長に再就任した。その後、産業界全体で、アナログ表示からデジタル表示への転換が進んだことも、あ、家電、自動車ケーキ、オーディオ機器など様々な市場へ、傾向表示管の進出を進めた。 この一方で多色化や表示感、電子回路の一体化など技術面でも大きな進歩があり、総合的なデジタル表示システムのメーカーとしての地位を固めた。また、世界に先駆けてアルミ薄膜による高精細基板を量産化、さらに高周積半導体チップを真空表示容器内に実装するチップイングラスの開発と量産化を進めることで、 傾向表時間の表示能力を大きく発展させた。これにより、アジア生産品に対して、非価格競争力を確立、高機能商品に特化した商品化戦略により、日本での生産を継続した。次世代技術として、低消費電力、高速応答などバランスに優れた薄型ディスプレイで、ある、電解放出ディスプレイの研究を30大学、豊田工業大学、 鈴鹿高専などと協力して進め、2001年に特許を取得している。2002年にはグループ再編に伴ってリりケ電子工業の傾向表示官部門と合併し、現在のリりケ伊勢電子株式会社に社名を変更した。また、2003年にはリりケカンパニーリミテッド本体の電子事業本部営業部門が移管され、営業業務も行うようになった。 蛍光表示館の製造は双葉電子工業が台湾、フィリピンに主力生産拠点を移し、日本電機は2000年からサムスン電子に蛍光表示館事業を譲渡したサムスンを後にチャン新空港市に生産を渡るため、2006年現在ではのりたけ伊勢電子が唯一の国内量産メーカーである。2015年にはコルグの要請に応じて、 蛍光表示管技術に基づく新型真空管であるヌツベを開発した。家電やオーディオ分野での蛍光表示管の採用は高付加価値製品向けを残して大幅に減衰した。しかしながら蛍光表示管の高信頼、長期供給、技術力が評価され、用途は産業用機器をはじめ、医療用や高度通信機器など情報機器分野に広がっている。 販売先地区は北米40%、欧州20%、アジア20%、日本20%と、先進技術を持つ地域への輸出比率が高い。さらに、白膜応用製品など、差別化要素技術を活用した新しい商品開発やデジタルサインレジなどの用途展開が進んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。